テレビ東京与党キャップの白石明弘です。自民党の総裁任期が9月末に迫る中で、次の総裁、いわゆるポスト岸田を見据えた議員たちの動きが活発になっています。特に足元で活発に動き出しているのが自民党の茂木幹事長と元幹事長の石破茂氏です。総裁選への意欲をにじませるこの2人の動きから、今後の総裁選のポイントを解説します。7月6日、広島県内の飲食店を訪れた茂木幹事長。この日、茂木幹事長が女性党員たちに振る舞ったのはお好み焼きです。最近ですね、若手のみんなからですね、意外と年見してる料理もそこそこです。意外と。涼しいところで、あなんてビール飲んでちゃダメなんですよ。やっぱりそれは政治家が働かなくていいから。普段から地元の祭りなどで鉄板焼きそばを作るという茂木幹事長。調理が終わった後も意外と綺麗に片付けていました。その後、地元の大学生たちと対話集会に参加。新代議員、ありがとうございました。最近若手の議員からですね、意外と年光というようなですね、意外と料理ができたりとかですね、自民党の幹事長っていうと、なんかすごく威厳があって、怖いとか、長門町のことしか考えてない、こんなふうに今思われがちかもしれないんですけれど、ここでも意外と利光を繰り返した茂木幹事長。若者とも意外と距離が近いというアピールです。茂木氏は幼児教育の無償化を実現したことに触れて、若者が活躍する社会を実現していくと訴えました。学生の皆さん、それぞれの個性を伸ばして思いっきり活躍できる、そんな社会をですね、ぜひ実現していきたい。これがライフワークだ。こういった思いで取り組みを進めているところになります。こうした地方での対話を積極的に行っている茂木幹事長ですが、総裁選に立候補するかどうかを問われると、総理になりたいわけではないが、総理になってやりたいことがあると現時点では意欲をにじませています。また茂木氏は企業の視察やテレビ東京の WBS など経済をテーマにした番組の出演も積極的に行っていて、その中ではタクシー不足に悩む地方を念頭に、一般のドライバーがタクシーのように客の送迎をできるようにする、いわゆるライドシェアの全面解禁や、サラリーマンの副業の全面解禁を通じて一人一人のリスキリング、そして所得の向上を目指す、いわゆるシェアリングエコノミーを軸とした成長戦略を訴えています。一方で茂木氏が仮に総裁選に出る場合には、課題となるのは国会議員からの支持です。自民党の総裁選に立候補するためには、いわゆる20人の推薦人が必要となります。この推薦人集めに向けて、茂木幹事長は麻生副総裁との関係を特に重視し、定期的な会合を重ねています。麻生派は50人を超える議員が所属しているので、総裁選での支援を確実に得たい考えです。また派閥としては解消しましたが、茂木氏が会長を務める平成研究会、いわゆる茂木派の議員らとも会食を重ねていて、20人の推薦人確保に向け着実に準備を進めています。こうした麻生派と茂木派の議員からの支持を確実にした上で、茂木氏は解散した後も一定の塊で動いている安倍派の議員や、経済に精通している若手議員らからも支持をしっかりと得ていきたい考えです。ここまでは茂木氏の活動を見ていきましたが、もう一人水面下で活動を活発にしているのが自民党元幹事長の石破茂氏です。報道各社の世論調査でも次の総理に期待する候補として常に1位の石破氏ですが、足元では主に地方での講演に積極的に取り組んでいます。あの野党の時の反省をどっかに忘れてしまったのではないだろうかということであります。我が党を心から愛してくださる方々、我が党と共に日本を作ってくださる方々に、まず私どもはお詫びをし、深く反省をし、自由民主党はいかにあるべきか。7月6日、
名古屋市の集会に参加して講演した石破元幹事長。石破氏は自民党が下野した時の反省を思い出して党の再生に取り組むべきだと訴えました。私ども自由民主党はお詫びすべきはお詫びをし、虚心坦懐に公平で公正で誠実で親切な自由民主党というものを作ってまいりたいと思っております。国会の閉会後、各地の県連大会や勉強会で積極的に講演を行う石破氏。ただ一部のメディアの総裁選立候補の意思を固めて周囲に伝えたとする報道を事実ではないと強く否定しました。私は今朝の5時からですね、もういろんなメールやら電話やら、お前総裁選挙に出るんだってみたいな、恐れ入ります。私まだそんなこと言ってません、言ってません。言うんだったら自分の家族、あるいは長年の支えてくれたスタッフ、そして自分の有権者、そういう人たちに言うのが本来であって、私はそのようなことはいたしません。あくまで自身が総裁選に出るかどうかを熟考している段階だと強調しています。私に限らず総裁選挙に出るっていう人はいつが一番いい時期なのかということは、私に限らず熟考する、よく考えるということが必要なのだと思っております。今のこの厳しい情勢にあって、自分が総理大臣になれればどうするかということを考え、こうした地方を訪ねる合間にも今月1日、石破氏は無派閥議員らに影響力を持つ菅前総理や二階元幹事長の側近の武田良太元総務大臣と会食しました。会食では秋の総裁選に向けて政治情勢について3人で意見を交わしたとみられています。石破氏は自身が主催する水月会の会合も定期的に開催し、安全保障や防災などをテーマにした政策の勉強会を通じて中堅若手議員らとの交流も図っています。総裁選への出馬が注目される石破氏ですが、今後総裁選に出る上で課題となるのは、菅前総理や武田元総務大臣との会食に見られたような麻生、岸田、茂木の三党政治からの距離があった非主流派議員らとの連携です。特に菅前総理とも近い小泉元環境大臣や河野デジタル大臣など国民からの知名度が高い議員たちと組んだいわゆる小石川連合を前提に、地方や国会議員たちから幅広い支持を集められる形で総裁選に出ることを模索しています。ただ河野デジタル大臣や小泉元環境大臣らをめぐってはそれぞれについても秋の総裁選への立候補がささやかれるなど、小石川連合のが組めるかどうかが不透明な状況です。また自民党の重鎮議員からは、今回の総裁選は年齢を問わず多くの議員が出て総裁選を盛り上げるべきだという意見も出ていて、元財務官僚の小林鷹之前経済安全保障担当大臣を擁立しようとする動きも出ています。一方、石破氏が関係を重視する菅前総理は茂木幹事長とも定期的に会合を重ねていて、ライドシェアの全面解禁で意見が一致するなど距離を近づけています。菅前総理が誰を支持するのかという点も石破氏の戦略に影響を与えそうです。また岸田総理大臣自身も次の総裁選で再選を目指すのかも焦点となっています。総理の周辺は岸田総理の再選を前提に秋以降の経済政策を組み立てている、総理は必ず出るだろうと述べています。一部では8月に予定されているカザフスタンなど中央アジアでの外遊の前後で次の総裁選のスタンスを発信するとの見方も出ています。岸田総理の動向次第では森山総務会長をはじめとする党役員たちの動きにも影響が出るとみられ、ポスト岸田をめぐる議員らの駆け引きは今後ますます激しさを増しそうです。以上、解説でした。